皆さんこんにちは。ネットビスアナリスト横田修林です。今日はですね、情報リテラシー論でお話ししたいテーマというものが一つニュースとしてありましたので、紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、先日ですね、報道されました。これアベマ TV の中でも生中継されました、加納栄光さんの淫行疑惑っていうものに対しての記者会見の様子があって、実は私もこのアベマ TV でその内容を見ていたんですが、そのコメントにですね、こんなのがありました。ひどい記者だとかですね、記者もジャニーズやバーニングにもこれぐらい聞けるといいんだけどな、みたいなこととか、ジャニーズはいいなと、加納栄子は悪くないと思う、悪ないと思う、みたいな、コメントが入っていたんですけど、これがですね、投稿するときに、ツイッターと連動にチェックを入れて投稿してました。これ、チェックを入れなくも投稿できるんですけど、チェックをつけて投稿していたことによって、ツイッターで連動していたのは、論文のね、田村さんだったということで、田村亮さんだったということで、そうするとこっち側にですね、こうやって出ちゃうわけですね。アベマ TV の何々のページからコメントしました。これは、今までであれば、ユーストリームとかね、他のサービスでも、こういうツイッター連動ってあるわけなんですけど、気をつけなきゃいけないのは、このアベマ TV の方では、匿名でコメントができるようになっているんですが、ツイッター側で実名になっていたりとか、もしくは実名じゃなかったとしても、自分が、そういうね、暴言を吐いてしてるってことが、バレたらまずいものと連動している場合は、そのようにね、バレてしまうことがありますので、注意しましょうね、ということなんですね。で、このようなですね、ツイッター、まあ、いわゆる、ツイッター連動とか、フェイスブック連動とか、まあ、いわゆるソーシャルログインとかですね、こういったものっていうのは気をつけないといけないよという、まあ、いい事例じゃないかなということで、今日は紹介させていただきました。で、これ実は、本当に僕このコメントってすごくなんか印象に残っていて、やっぱ覚えてたんですよね。で、その後僕別に論文の亮さんをフォローしないので、この、つぶやきっていうのをツイッター側で見ることはなかったんですけど、おそらく両方見てた人が多分見つけてあれということで、このコメントは、論文の量じゃないのっていうことが、このようにしてね、分かったんじゃないかなと。まあもうこれね、このようにリンク貼っちゃってるから、ツイッター側で見てる人にとってはもう 100% 分かるわけなんですけど、まあこのようなことがあったということですね。ということで、今ですね、いろんな SNS と連動することによって、まあ自分たちのですね、その集客だったり販促に生かそうということで、連動サービスが増えてますので、どこと連動してるかっていうのはね、もう一回チェックしておいた方がいいんじゃないかなと思います。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。